今日はですね、アメリカの、中間選挙ですね、こちらについて解説をしたいと思います。今ですね、大統領のバイデンさん、もうすぐ80歳になられるバイデンさんは民主党の人です。前の大統領のトランプさん、こちらが、共和党の出身の大統領だったということで、まあ、この民主党と共和党がですね、行ったり来たりしているのが、このアメリカの、まあ、選挙の特徴になったんですね。で、これで上院も下院も共和党が取ってしまうと完全ねじれ状態になって、バイデン大統領はもうリビングデッドのような状態になってしまう恐れがある。で、そのまんま選挙に、突入する、大統領選挙に突入するわけで、で、今回どうやらトランプ元大統領がですね、出馬するという話になっておりまして、まあ、共和党内でもですね、まあ、トランプはさすがにあかんやろうみたいに思う人も結構いるんだけど、結局大統領になっちゃって箔がついちゃったから、実績できちゃったから、でトランプ意外にやるじゃんみたいな話とかも出てきたりとかして、まあ、その辺がアメリカの面白いところなんですけど、またトランプが出てくる可能性がある。そうするとトランプ対バイデンになった場合、再びね、どっちが勝つのか、バイデン、まあ、実績ないけどトランプよりはマシだろうみたいな票が結構入ったと思うんだけど、バイデンダメじゃんみたいな話になる、むしろなんかトランプの方がマシなんじゃねえ、経済のこと分かってんじゃねえみたいな話になる可能性はめちゃくちゃあるわけですよね。で、今もうあとね、数票です。この収録時点で数票でもう変わってしまう、これ本当にギリギリの勝負と言われておりますけれども、上院まで共和党が取ってしまうと本当にバイデン大統領リビングデッドになって、ウクライナの戦争への支援も、減っていくんじゃないかなと思っております。